また平と、お徳六代目、小野駅久五郎のまた平と三代目、中村梅玉のお徳、昭和14年5月歌舞伎座、京成半音校、土佐証言環境の場より、京成半音校は歌舞伎、人形浄瑠璃の演目。三段構成のうち、現在は、上の段の、土佐証言環境の場、通称、吉又が、よく上演される。元は、 近松門左門作の人形浄瑠璃で、放映5年大阪竹本座初演。加野元信の百五150回記を当て込んで書かれた作品で、絵師、加野元信と、恋人、銀南の前の恋愛に、正直な絵師、また平の逸話と、名古屋三座と、ふわとも左衛門のとの争いから来るお家騒動を、ないまぜにしたものである。歌舞伎家は享保4年、大阪。初演の地ほどなく、 人形浄瑠璃、歌舞伎ともに、キツマタの部分が単独で、繰り返し上演されるようになった。歌舞伎の初演で三代目、嵐三衛門がまた兵を務めて以来、多くの役者によって、また兵の人間像が練り上げられた。片岡二座右衛門のお家芸、片岡十二州の一つでもある。下台にある、背言公は、中東の詩人、白、虚偽の表した。 理不尽死に記された、半言項の故事に基づいたもの。前寛の武帝は亡くした理夫人を忍ぶこと、しきりだったので、ある時同志に霊薬を作らせてその項を抱いてみると、果たして彼女の魂が沿ってきたかのように、理不尽の姿が煙の内に見えたという。絵師、土佐将軍の娘は、越前で形成となり、 遠山と名乗っていた。円山は、彼の元信に、と酒の秘伝を伝え、結婚の約束を交わす。しかし、元信は、六角左京太夫の娘、銀南の前に気に入られ、結婚の誓いを立ててしまう。元信は、不和友の西門らによって捕らえられるが、地で描いた虎が、絵から抜け出して、元信を救う。一方、炎山は、遊女からやり手に見ようとし、 宮と名を変えながら、ひたすら、元信を思い続けていた。宮は、元信と銀南の前の祝言の場に現れ、7日間だけ、元信と夫婦にしてほしいと銀南の前に頼み込む。銀南の前はやむなく承諾する。こうして一時の夫婦暮らしが始まるが、宮はすでに死んでおり、霊魂が姿を現したものであることが判明する。 土佐証言環境の場は元信が描いた虎のエピソードに続く場面である。時の帝の歓喜を受け、絵師、土佐証言は妻の北の方と山品の国に隠れ住んでいる。その里に虎が出没する騒ぎが起こり、弟子の修理の助は我が国に虎は住まぬのにと言る。そこへ、裏の矢部から巨大な虎が出現。 驚き恐れる村人を尻目に、証言はこの虎こそ、名人、かのしろうじろうもの部室の虎に魂が入ったものと、見破る。修理の助は、我が出力で書き消さんと筆を振るい、見事に描き消す。弟子の実力を認めた証言は、修理の助に、土佐光清の名と免許改伝の書刀を与える。これを聞いた、兄弟子の浮世又平は、 妻の男ともども、死に免許改伝を頼み込む。また平和、人がよく上の腕は抜群なのだが、生まれついての喫音の障害を持ち、欲がない。せっかくの腕を持ちながら、大杖を書いて、生計を送るありさまである。そんなで死に苛立ちを覚えた死は、破棄がないとみなして許可しない。妻の男が口の不自由な夫に代わって、ルル申し立ててもダメであった。 折しも元信の,の弟子の画学の助が死の救難を告げる。また平は、これこそ功を挙げる機会と助立ちを願うが、これもあえなく断られ、修理の助が向かうことになる。東海道五十三隊より、大津、土佐また平、また平妻何をやっても認められない。これも自身の障害のためだと絶望したまた平は死を、決意する。夫婦涙に暮れながら、 せめてもこの世の名残に絵姿を描き残さんと、蝶図鉢を墓碑になぞらえ自画像を描く。名は、石魂にとどまれと最後の力を込めて描いた、絵姿は、あまりの力の入れように、描き終わっても筆が手から離れないほどであった。水杯を組もうと男が、蝶図鉢に目をやると、なんと、自画像が裏側にまで突き抜けているのであった。かか、ぬ、抜けた。 と驚くまた平。お前の執念が奇跡を起こしたのだと感心した。証言は、また平の出力を認めとさ三つ置きの名を与え、免許改伝とし、元信の,の救出を命じた。また平は、北の方より与えられた門付と羽織袴は木差しと、礼服を身につけ、お得の叩く鼓に乗って、心から、楽しげに祝いの舞を舞う。そして舞の文句を向上に言えば、 きちんと話せることがわかる。証言から晴れて免許状の巻物と筆を授けられた、また平夫婦は、喜び遺産で助立ちに向かうのであった。実在の絵師が登場するが、物語は、全くの創作である。きつまたは、障害を持つ夫とそれを支える妻の夫婦愛が、主題となっている。また平は、初代中村元次郎、十一代目、片岡二左衛門。 六代目、小野菊五郎、二代目、小野松六らが得意とし、今日では十二代目、市川段十郎、十五代目、片岡二座衛門が得意としている。男は三代目、中村梅玉、七代目、小野江梅光、二代目、中村元次郎らが得意とし、現在では四代目、坂田藤十郎が得意としている。中でも、 初代緩次郎と六代目菊五郎が股兵の双壁と歌われた。両者と舞台を共にした倍玉は、後年彼らの所作の違いを振り返って、緩次郎の股兵は、力が人一,一倍入る熱のこもったもので、花道から舞台に引き戻そうとしてもなかなか動かず、疲労困憊したのに対し、菊五郎の股兵は一見力が入っているように見えて、実は全く入っていない。 ごく自然なものだったと10回している。山場の一つが、蝶洲鉢にまた平の自画像が浮かび上がる場面。まるで奇跡でも起こったかのように見せるが、仕掛けは簡単で、蝶洲鉢の中に入った黒子がまた平の像を、裏側から描いている。ありがとうございます。